なるほど、吉田くんの島根ゼミ。皆さんこんばんは、島根スーパー大使の吉田です。島根のなるほどを楽しく学ぶ島根ゼミ、今回はリニューアル県立美術館。子供から大人まで全ての人が楽しめる美術館を目指して生まれ変わりました。助手は五十嵐さんです。まず紹介するのは新設されたこちらのキッズライブラリーです。足を振ってまた明日。こちらのキッズライブラリーにはおなじみの絵本に、美術館ならではの画家の絵本、外国の絵本などおよそ500冊があります。ねえねえ、何か読みたい本ある？どれ？あれか、ちょっと読んでみようか。トトトトトン、トトトト、アリン、ババ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 バ、いっぱい本が読めるから楽しい。絵本が思ったよりすごくたくさんあってびっくりしました。天気が悪い日も来やすくなってすごくいいなと思います。見晴らしのいい中2階にはアートライブラリーができました。ここには美術に関する大型の書籍などおよそ2000冊があります。アートライブラリーではゆったりと本の閲覧ができるよう椅子にもこだわりました。本当に座り心地がいいです。時間を忘れてゆっくりと本を読むことができそうです。ありがとうございます。さらにコーヒースタンドもオープンしたんですよ。宍道湖を眺めながら館内で一息。ミュージアムショップも移転し広くなりました。美術館オリジナルグッズやアートに関する本など品揃えも豊富なんです。エントランスロビーの照明も変わりましたよ。時間とともに照明が変化、刻々と表情を変える宍道湖の夕日に合わせたこの演出、県立美術館ならではですね。非常に分かりやすかったです。スマートフォンアプリポケット学芸員による作品解説サービスも始まりました。日本語や韓国語など4カ国語に対応しています。 In 1900, he also met Blaming, and they 英語と日本語は音声で聞くこともできます。アプリを使われていかがですか？すごく便利だと思います。やっぱりその日本語ができない外国人のためには助かると思います。アプリをダウンロードすると収蔵作品120点の解説を無料で見たり聞いたりすることができます。来年20周年を迎える県立美術館、子供も大人もそして外国人も全ての人が豊かな時間を過ごせる美術館を目指します。皆さん遊びに来てくださいね。次回は資格もゲット、農林大学校です。本日はここまで。それではまた来週。